皆さん、おはようございます。日本人兵庫県民神戸出身の淡井圭介です。本日時刻は朝の5時24分、10月21日22日、日曜日なんですけども、まあ、そちらでは日付が一つ変わっていて21日だとは思うんですけども、まあ、アメリカのメジャーリーグのレンジャーズの方たちへのメッセージなんですが、まあ、水谷選手、大谷翔平の通訳している方とかが、まあ、多分伝えてくれるんじゃないかなと思って、メッセージを送ります。昨日の試合に関して、まあ最後のイニングで不可解な3点かな、8回か、それぐらいの頃に取られて、まあ、勝ってるべく試合が勝てなくなったと。あれはね、原因は、ピッチャーは別に意図的に、胸元にボールを、危険なね、ボールを投げるっていう気は、多分アストロズの選手はなかったと思います。で、まあ、そこでコンピューターが頭の中を見てるから、わかるんですよ。で、ああいうふうな乱闘シーンを、レンジャーズの皆さんがしてしまうと、やっぱり試合展開がね、ああいうふうになるんですよ。そういうシーンはずっと見てきました。他の、日本のプロ野球界でも、アメリカでも。で、そこで、明日に関しては、確実に、なんとか、まあ、選手、スポーツ、世界中のスポーツ選手への、安全のお祈りプラス、その試合中、できるだけ私の頭の中をレンジャーズの皆さんに貸そうと思っています。で、まあ、基本的に、避けれるボールは避けてください。今時の野球は、やっぱりある程度手元が来るボールがね、一試合の間に、まあ一回あっても、おかしくないっていうような状況ですんで、まあピッチャーの立場からしたらいろんな変化球を身につけてますからね、その日によって、いろいろ好不調ありますから、まあデッドボールが来ることっていうのはもしかしたらあるかもしれない。まあ、この間の阪神タイガースの、まあ、クライマックスシリーズっていうものが日本にあって、まあ、パリーグとセリーグはあるんですけども、セリーグの1位である阪神と2位の阪神の試合があったんですけども、まあ、私は阪神タイガース側で、4勝0敗という形で、勝てたんですけども、すべて、1点差先に入って、先取点を取られて、そこから巻き返していく試合がすべてでした。試合が終わってみるまで、到底油断できるような状況ではなかったですし、まあそこにはいろんな、勝っていくべきための要素っていうものがあるんですけども、それは選球眼をしっかりすることなんですね。ボール球は絶対に振らない。ただしカウントが2ストライクになった場合は、ストライクゾーンの際どいところは絶対振っていかなきゃならないですよねっていう、まあシンプルな内容もですね。で、僕の頭がいけば、ストライクとボールの判定がはっきりと分かるようになります。で、まあ、バットコントロールも良くなって、しっかりと取れるように、打てるように、捉えられるように、バットの芯で。で、あとは、バッターボックスで一球一球、満員を外したときに、相手の野手陣がどこを守っているのか。特にランナーが出た時とか、それを見た時にどこにどういう風な打球を打つべきかっていうところを判断してください。まあいろんな、選手が、レンジャーズで加盟してくれてるんで、まあ十中八九レンジャーズが、勝てると私は思っています。私の方は、河川水門か栄式ダム発電と地下水流トンネル発電というものを、撮影しに行きます。どこで作るかっていうポイントでね、ある程度、自分の住んでる県の兵庫県の、加古川だとか、向こう側だとか、あとは新湊川だとか、まあ、その上流にあるカラス原の水源地だったり、石井ダムだったりだとか、他にも天皇ダムだったりだとか、そういったものを、様々な、ものを、
撮影しています。でこれは一つの例ですけども、カナダやブラジルは現在、その水力発電でね、全電力の6割を賄っています。でアメリカも国土広いので、私が提唱するような方法で、河川の土砂のかき出しはもうアスリートの人たちとかが行ってください。ジムでね、あのバーベル持ち上げたりしてトレーニングしてる暇があるんだったら、現場行って土砂の河川からの土砂のかき出し、まあ、朝方から日の光がこう当たり始めた朝方から、まあ、夜の、まあ、夕方の17時ぐらいまでしか、まあ、河川の中に入れないと思うんですけども、まあ、あの水の量によってはね、少ない地域がいっぱいあるんで、しっかりと河川の土砂のかき出しを、行っていただけたらなと思います。アメリカも国土面積広いので、6割以上水力発電で発電できるはずです。まあロシアもそうなんですけども、ロシアの場合はもう 100% で、発電できると思います。だからそういうところでみんなで協力してエネルギーの残存量問題、まあ、これは水谷通訳の方からホームページは YKS 水利益の1番と、まあ、ちょこちょこ一時停止をして、まあ、家の中にこういういらない紙とかあると思うんでね、広告の裏が。まあ、これはもう書いた方ですけども、広告の裏にいろいろとメモをしてね。で、まあ、これはいろんなダムの貯水量、まあ、インターネットのウィキペディアに載ってるようなので、まあ、複数のものを見ると、その貯水量はバラバラだってするんですけども、まあ、測りにくいんですよ。で、まあ、ある程度大体で記載されてるんですけども、まあ、そういうふうな、内容、河川水門開閉式ダム発電と地下水流トンネル発電とマグマ発電、そういったものがどういうものなのかっていうところを教えてあげてほしいんですよね。各球団の人に。それこそ、まあ、最近になって、作り方の形状をね、いろいろと、変えてるんでね、河川水門開閉ダム発電イコール地下水流トンネル発電のような形で、作る方向で物事を進めようとしています。まあ、話は変わりましたけども、まあ、今年は、レンジャーズがワールドシリーズを優勝するという形で、物事動きますんで、各スポーツ界含めて、まあ、しっかりと淡井圭介の頭の中はレンジャーズの試合が行われているときはね、しっかりとレンジャーの選手たちに淡井圭介の頭が行くように、対応していただけると助かります。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。チャンネル登録と、あとアップロードしたとき、 YouTube にアップロードしたときに着信利益がつくようにしていただいて、身の回りチームの身の回りの方で、日本語が喋れる方がいたらしっかりと、訳していただいて、淡井圭介からのメッセージで対応していただけたらなと思います。でもう今日もね、日本時間のもう朝の今現在53分なんですけど、あ、じゃあ、33分なんですけども、5時で今電車が走ってるんです。もう今日は、朝から兵庫県に住んでるんですが、まあ大阪府に入って、で、京都府へ入って、でそれから滋賀県に行って、滋賀県の琵琶湖などを撮影しようと思ってます。その貯水の部分とかでね、琵琶湖から日本海に地下のところで河川水門開閉式ダム発電の、その地下水流トンネル発電を日本海に向かって引いて、発電することはできないかどうか、これをちょっと見定めに、行ってこようと思ってます。まあ、大阪は基本的に
周りの他府県に、水を頼っている状況ですのでね、まさかその高いところのねダムから水引かないで電気使って水汲み上げてませんかっていうのが一つの疑惑としてあって、琵琶湖から大量の水が瀬田川を通して宇治川となって、桂川に流れ込んで、淀川へと、到着すると、まあ、そういうふうな形であればある程度標高の高いところからの水を取水しなければ、電気を使って汲み上げてしまうことになりますので、もう淀川まで行くとね、完全にどう考えてもほとんどの住宅よりも低いところに河川があるでしょ。だからそんなことしたらエネルギーがいくらあっても足りないですから、だからその辺のところはしっかりと、対応しようと思ってます。まあマスコミの方でも結構ですのでね、本日は私が申し上げた内容を、しっかりとチームメイトの皆さん等にお伝えしていただけたらなと思います。ちなみに今日睡眠時間、3時間ほどです、まあ、頑張って、撮影に行こうかなと思ってます。以上です、皆さんチャンネル登録と、あと身の回りの方に、まあ、ホームページは YKS 君で日本語に訳せる方がいたら、しっかりと訳していただいて、教えていただけたらなと思います。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。